かでなる可能性があるんです。今週もなかなか梅雨の雨、侮れないなって心配なんだと思います。台風1号ってすごかったんですよ。そうです。台湾の予報が今週も続くんですね。はい。台湾で大きな被害をもたらして、その後大陸に乗っかっちゃって砕け散ったんですが、それが今、梅雨前線とともに西から東へ流れ込んでしまう。これが多分、梅雨あたりで。地方でも新たなミクソン
東北は宮城、岩手をはじめ、最大県、自民党が敗れてるっていう一軸がね、随分ありましたので、まあ、全ての復興っていうのは、もちろん政府の援助もあるけど、日本たちの手で、こういうことも大きいでしょう。で、東日本大震災で被災した宮城県の東三陸で、